今日は初めてメイク講座というものを私の人生の中で初めて受けさせていただいて、最初はメイクだけでそんなに大して差はないのかなと思ってたんですけれども、性格から人格からいろいろ関わってることがすごく多くて、でこれを行動に移してさらに習慣化していったらもっと人生の大きな変わり目になるのかなって思って、すごく今回受けてよかったです。ありがとうございました。まず濃い方で、はい、目尻とか中黒いところを押さえます。ここが結構赤みとかあると気になるところで押さえてください。なんか見に来たりとかしようか、両方ね。難しいなんでしょう、要は手で覚える感覚って大事なんで、どこら辺につけたらいいかっていうのも、それこそもう際に入れるとかで、手でどれぐらいのこうやってプッシュすればグラデーションできるかっていうのが分かってくるんで、でこの、はい、明るい方でやってます。まずこの今ちょっとこういう方を入れただけで目の方とか引いてしまったら分かります。分かります。これがまあいわゆるそのちゃんとしてる人なんですよ。ファンデーション塗ってないけどさりげなくちゃんとしてる。ほうれい線はちょっと下から見るここをこう見えるか、はい、でこうこの下から見るね。そしたらこの T ゾーンの部分、ここですね、ここまでやってないね、はい、ここはですね、こういうふうに描いてくれるんですけど、何でこれも同じ、わかります？山こう、タッチ違うでしょ？書いてるところの位置が、で山から少しこういう感じです。そして今度ここから中に。前にちょっと皆さん大体細い人多いですね。これぐらいの太さ言ってください。これだけで印象変わってきたのがありますよ。で、ノーズシャドウはちょっと分かりやすいよね。そうですよ、そうですよ。だからこれをあとさじ加減をどうするかという問題で、今はレッスンなんでちょっと強みになってるけど、そうすると顔がこう舞台が変わっていくんですよ。これをいかに普段どれぐらいまで落とすかとか、強くするかの問題。例えばステージに行くときもそうだし、バレエをする。もっとすごい。もっとすごい。はい、真ん中からそう。で、そこを左右。ファンデーションなしですからね、これ。そういかにコンシーラーをうまく活用するかというね。奥方さくらです。今二十歳なのですが、今まで、クラシックバレエをずっと3歳から始めて、今もずっと続けているんですけれども、その中で高校生になる頃に、本を出させていただきまして、その本では私のことについて、いろいろ書いてあって、そこに仕事と私という題材で、本が出ているのでぜひチェックしていただきたいんですけれども、今までそうやって舞台の上でもメイクをしていたんですけれども、しっかり今回ちゃんと習ったことは今までなかったので、今回こういう講座を受けてすごく勉強になりましたし、メイクすることによって人格性格も変わってくるっていうのを聞いて、すごく心に響いたので、これから行動してそれを習慣化していけるように頑張りたいです。ありがとうございます。